皆様どうもお久しぶりになりました。桜井ののかです。もうちょっと YouTube 早く再開したいなと思っていたんですけど、逮捕についてっていう動画上げさせてもらったんですけど、その後普通にコンスタントに上げていこうかなって考えていたんですけど、なかなか何を話していいかが分からず、皆さんの知りたいことを求めている動画だったりが撮れる自信がなかったので、今回もねフォロワーさんだったりチャンネル登録してくださってる皆様だったりの声をいただいて質問を返していくという形で、復帰一発目の動画を今回撮らせていただこうと思っております。ということでね、30分ほど前に久しぶりに YouTube の撮影用質問返し、何でもどうぞっていうのをこう上げました。ここからね抜粋して答えていけたらなと思います。答えたくない質問でもその質問が多ければ答えますよ。それはもちろんね、応援してくださってるファンの方がね、このことについては聞きたいってことはやっぱ返さなきゃいけないと思ってるので、そんな感じで質問返しの方始めていきたいと思います。さて今日は何個答えられるかな。やっぱ私ってなんかエロキャラが抜けきれてないんですね。檻にいる時おしましたかってことなんですけど、この檻っていうのは、私がいた留置所のことでいいんですかね。留置所の中でおしてません。してるのがバレたら怒られるって感じ。360度全部まあこうね柵があって丸見えの状態なので、そこでねおしようっていう気にはなかなかなれなかったですね。はい、ってことでおはしておりません。東京やらないんですかっていう質問なんですけれども、東京めちゃくちゃしたいです。めちゃくちゃしたいんですけど、それよりも私目の整形がしたくて、実は皆さんに内緒で5月の23日に目の整形の手術を入れていたんですよ。その動画もちょっと密着でちゃんとしっかり撮ろうかなとは思っていたんですけど、ただ私が逮捕されてしまったのが5月の16日だったんで、5月の23日にもうスケジュールを入れちゃってて、それキャンセルするとキャンセル料がかかってしまうと。だから要はやってもお金かかるし、やらなくてもお金がかかる、だったらやった方がいいよねってことで日程変更にして、目の整形は今月末に、する予定がございます。体調が悪い時のお仕事ってどうしてますか？体調悪い時のお仕事はアルコール消毒ですね。基本的に体調悪いなって言ってお酒飲んでアルコール消毒して元気になるっていう、まあ迎え酒ってやつだね。はい、マネージャーさん元気ですか？また二人の息の合った動画を見たいです。ずっと応援してます。ということなんですけれども、私もマネージャーが元気なのか元気じゃないのかわかんないですね。連絡が取れないので、ただ彼は私が捕まってる時に辞任届を出していたので会社に。だから私が出てきた頃にはもうすでにいなかったっていう。話す機会もなく、そのまま会社を退社してしまったっていう形で、全然事情もわからないんですけれども、私は個人的にはやっぱりその桜井ののかの YouTube がこんなにチャンネル登録者数が増えたのもマネージャーのおかげだし、マネージャーの企画でバズったことも何回もありましたから、すごくもう感謝の気持ちでいっぱいいっぱいなんですけど、ただなんか最後ありがとうを伝えることもできずだったので、ちょっとその点は心残りなんですけど、私は毎日寝る前にマネージャー元気してるかなって思いながら寝てます。はい、しばらく実家に住む予定なんですか？そうですね、しばらく実家に住む予定です。今あるお店 R 店ですけど、そこのオーナーなのでたまにミーティングとか参加するんですけど、そのミーティングが終わるのがどうしても遅くてですね、親にめちゃくちゃ迷惑かけてますね。帰ってくるのが夜の3時半とか、ひどい時5時とか、始発が出るまで待てなくて送りで帰ってます。いつもねママね用意してくれるんですよ、ご飯を。なんか申し訳ない、ありがとうございます。この間こっそりテーブルの上に5万置いときました。捕まった時泣いてたのニュースで見ました。その時なんで泣いてたの？あれは私が一番嫌だったのが、自分がやったこともやったことなので、逮捕されるのは覚悟をしてましたし、もう逃げも隠れもしないっていう状態ではあったんですけど、メディアには出たくないなって思ってたんですよ。逮捕状持ってきたんで、家の下にもしかしてマスコミいますって、あ、いないよ、呼んでないからって言ってくれてたんですよ。あ、じゃあ私みんなに人知れず逮捕されて人知れず出てくるんだぐらいに思ってたんですけど、やっぱりね
いたんですよ、マスコミの人が。だから呼んでないって言ったじゃんっていうところで、担当の警察の方とうだ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 なって、あの泣いちゃいました。うん、一番頭に浮かんだことはやっぱお兄ちゃんとお母さんのことで、私が犯罪者になってしまうので、犯罪者の親だとか犯罪者のお兄ちゃんだっていう風に周りに言われるのが嫌だったから、それでニュースに出たくなかったんですけど、まあ出ちゃいましたね。お兄ちゃんに私逮捕されそうだわっつって相談をして、でその時に多分ニュースに出ると思うから、その期間お母さんの家に行って一緒に過ごしてテレビを見ささないでくれっていうお願いをして、お兄ちゃん最初頑張ってくれてたんですよ。お母さんに私のニュースを1週間ぐらい見せなかったらこれは大丈夫だろうって思ったら、朝の1週間のまとめニュースに私が逮捕されたっていうのが出て、お兄ちゃんお母さんに感謝されてました。でまあお母さん身元引き受け人になってくれてるので、お母さんに来てもらったりとか実家に帰ったりとかしてるんですけど、あの泣いてましたねお母さん。うん、それが一番しんどかったな、最近の出来事で言うと。うん、でもまあ理由を話したら別にそんなに、ただやっぱりね、逮捕された娘が帰ってきたって言ったら、あの普通だったらなんか怒られるのかなって思ったのが、大丈夫だったのって、泣いてるんですよ。それが余計胸が痛かった。自分が悪いことをして捕まってるのに、そんなことはさておき体調は大丈夫だったって、留置所辛くなかったって、ご飯ちゃんと食べたのって、また痩せたんじゃないみたいな、うーみたいな、こんなに痩せちゃってみたいな感じで泣かれちゃって、うん、だからなんかその怒られるよりも、こうなんていうのかな、心配をしてくれてる親を見てすごい悲しい気分になりましたね。はい、逮捕後でも仲良くしてくれる人が知りたいです。逮捕されるとね、かなりの人が離れてくよ。お店が20時から1時なんですけど、お客さん来てくれるのかなって思ったらそうでもないっていう離れていく人の方がはるかに多かった。でもそれでも仲良くしてくださる方はいらっしゃいますし、私のことを気遣ってくれたりとか、相談乗ってくれる人とか、手を差し伸べてくれる方がたくさんたくさんいて、切れてく人も多かったですけど、しんどい時こそ人のありがたみだったりとか、困ってる時に助けてくれた方に関しては、もう私一生頭上がらないと思うのでね。ってことでね、皆さんの質問答えさせていただいたんですけど、すいません、途中で何個答えたか数えるのを忘れました。まあ今はまあ数えてないか、50とか100とかの縛りがあるときは頑張って数えてるけどね。こんな感じの動画なんですけれども、皆さん人生生きてればいろいろあります。私もありました。30年以上生きていてショックだった出来事のナンバー2が今回の逮捕の件です。一番はお父さんが亡くなったことね。だからこの YouTube の動画を見ている方でいっぱい悩んでたりとか、自暴自棄になっちゃったりとか、全てをね投げ出してしまいそうになってる方いると思うんですけれども、私すごい傷つくことたくさんありました。それでも私頑張ってます。なのでこんな人生なら来世に期待しちゃえと言って自暴自棄になってる方もしいらっしゃったらね、 Twitter で桜井ののかって検索かけたら私の悪口のオンパレードで出てくると思うんで、それ見て、あ、私まだ全然マシじゃんって、だからそれ見てね、皆さん元気出してね、明日からも楽しく生きていきましょう。私は今人生のどん底にいると思ってるんですけど、これ以上下に行くことはないので、これからね上がっていくことしかないから、これからも桜井ののか一生懸命ね、ファンの皆様の期待に添えられるように、応援し続けてよかったって思えるように、私これからも頑張っていくので、ぜひ皆さん桜井ののかのこと応援よろしくお願いします。はい、今回のこの動画がいいなって思った方、ぜひともチャンネル登録、そして高評価、コメントの方お待ちしております。 Instagram、Twitter、TikTok の方もやっておりますので、そちらの方にもぜひ遊びに来てください。桜井ののかでした。じゃあねー。